た目とは違い萌えを一切排除した作品で視力と狂気に飲み込まれる。萌えを期待した萌え戦士たちに敬礼。ゆうためやっちゃえバーサーカー。うるさ。どうもライです。本日の企画は戦闘シーンがすごいアニメ紹介になります。はい、選んだアニメの特徴として一つ、戦闘シーンがめちゃめちゃ多い。戦闘シーンが少なくてイライラしてるバーサーカーたちにもおすすめです。戦闘シーンのクオリティがやべえ。切った後の描写、爆発シーンの背景が多すぎて戦闘シーンのやりとりがない。なんちゃって戦闘シーンはもう嫌だ。そして大人気すぎる作品を除く、ワンピース、呪術廻戦、そしてヒロアカ、有名すぎる作品を除いた戦闘シーンがものすごいアニメだけを紹介していきます。戦闘好きなアニメバーサーカーどもよ、戦いの始まりだ。一つ目はフェイト。放送開始2006年、物語は聖杯の力を追い求め7人の魔術師が7人の英霊を召喚し最後の1人になるまで戦いを繰り広げる。それが聖杯戦争。2006年に放送したフェイトステイナイトが、その日から俺は騎士王になった。金髪騎士王のアーサーではなく、こちら金髪騎士王のセーバールート。2010年に放送されたフェイトステイナイトアンリミテッドブレードワークスが、あんたバカ、ツンデレのアスカではなく、こちらツンデレのリンルート。2017年から放送されたフェイトステイナイトヘブンズフィールは、エヴァだけには乗らんといてくださいね。後輩キャラの鈴原さくらではなく、こちら後輩キャラのさくらルート。2011年に放送したフェイトゼロが本編フェイトステイナイトのエピソードゼロになる作品。見るならフェイトゼロから個人的に推し推しです。2017年に放送したフェイトアポリプリファ、こちらフェイトステイナイトのスピンオフ作品で別の世界線として作られたストーリー。2016年から放送されたフェイトグランドオーダー、これはフェイトシリーズのスマホゲームが原作となり、歴代のキャラを作品の登場キャラとした物語。視聴するなら最後がおすすめです。2018年に放送されたエイミヤさんちの今日ご飯、料理日常がテーマ、スピンオフ作品。他にもスピンオフ作品がたくさんあるので、見てない人はぜひ一緒に見ていきましょう。戦闘シーンはもちろん、ストーリーや登場キャラなどバトル作品の中ではフェイトは突出していると確信しているので、まだ見てない人はぜひ。2つ目は結界戦線。放送開始2015年、田舎が都会に抱くおしゃれさがある。ニューヨークのど真ん中が異世界とつながった。異形と混沌と化した元ニューヨークヘルサレムズロットで、テロ、誘拐、異世界の危機から救う主人公が所属する組織ライブラ。エモいミュージック、演出も相まってカオスでシリアスな事件やストーリーに真剣さとジョークを使い分けていく余裕のあるユーモアさ。ゴールデンボンバーではなくビートルズのような憧れるおしゃれさに、都会ではなくアメリカに上京したくなる。登場キャラたちの流派、豊富すぎる技目、シンプルな異能、若かった中二の頃を思い出すハゼロリアル、はじけろシナプス、バニッシュメントディスワールド。戦闘のやり取りと必殺技という強弱を使い分けた緩急のある戦闘シーンがさらに痛すぎてダークフレームマスターも復活。3つ目は文豪ストレイドッグス。放送開始2016年、戦いながら生きる身を探す文豪ファンタジー。異能フルスロットルなバトルを楽しめるのはもちろん、実在した文豪たちの作品や人物像をモチーフにした異能が学生時代に勉強した記憶を呼び起こす。聞き覚えのある新しいキャラや異能に止まらない興奮、多種多様な登場キャラや忘れた頃に現れる登場キャラたちのまさかの隠された能力、なんといっても倒した敵が味方になる共闘戦が熱すぎる。ストーリーのテーマもなぜ生きるの、何のために生きるのか、子供時代に虐待や存在価値がなかった、生きる意味を見出せない文豪たちを参考にした登場キャラたちのエピソードはかなりシリアスで、そこに痺れる、憧れるなのに、ひょうひょうとした笑えて泣ける必死さが面白い文豪ストライドッグズ。4つ目は悪玉ドライム。放送開始2020年、思い切った戦闘シーンとシナリオが半端ない犯罪作品。世界が恐れる悪玉と言われる犯罪者たち、そして犯罪者たちのストーリーに巻き込まれる何の変哲もない少女の物語。いい意味で期待を裏切られた面白さと、悪いやつって実はいいやつなんじゃねって思わせるキャラクター性と、巻き込まれ成長した少女の変わりように引き込まれるオリジナルアニメ。シンプルな格闘戦やドライブアクション、ハッキングシーンな多種多様なバトル要素に加えて、圧巻する戦闘シーンの攻防戦、溶け込んだ戦闘シーンの背景の臨場感が最高すぎて喪失感を感じるほど、予測できないクライマックスとクライマックションを見届けろ。5つ目はタクトオーパス。放送開始2021年、テーマは演奏、特徴は世界観。 D2 と言われる怪物に支配された世界、 D2 は音楽のみに反応して人を襲い、音楽は失われた。そんな怪物に抗う者たちが現れる。それではゴールデンボンバーではなく、ムジカートという存在。演奏会の始まりだ。その大きな国野隕鉄の力でしょうか。ならばその石ごと砕くまでです。音を解き放て。
指揮者の演奏により力を発揮するムジカートによる演奏アクション、見惚れる聞き惚れる最高な音楽と戦闘のシンクロ感がたまらない。幼馴染を失った主人公が全く違う人格となった元幼馴染と共に音楽を取り戻す旅をする。今にも消えてしまいそうな切なさや哀愁感ある綺麗な世界観と演奏を楽しめる作品。そう、それはパフォーマンスと歌を披露するゴールデンボンバーのような。6つ目はタイガー&バニー。放送開始2011年。エンタメ性高めなメディアヒーローと異能バトル。ネクストと呼ばれる特殊能力を使って街を守るヒーローという職業。ヒーローたちはスポンサーロゴを背負い、イメージアップとヒーローランキングを決める番組に出演する面白ヒーロー広告や企業の話題性アップを狙った崖っぷちベテランヒーローと期待の新人ヒーローの価値観と協調性皆無なタッグ設定など見どころ満載。ヒーローらしく生きたいけどイメージアップもお金も稼がないといけない板挟みな描写から夢や家族、トラウマな幅広いストーリーが面白かったり、超パワーな格闘戦、サイゴキネシスや炎などいろんな異能ヒーローバトルと火花や光の残像、違和感のない動きを再現してくれたリアリティ感がすごくいい攻防戦に、戦闘狂いも戦いを忘れるクオリティ作品。ネットフリックス独占配信なので契約しているアニメバーサーカーはぜひ見上がれ上がれです。7つ目は鋼鉄城のカバネリ。放送開始2016年。驚異的な作画と驚愕するパンデミック作品。産業革命な明治時代を背景にした感染バトルアクションで、不死の怪物カバネが全世界に大流行していた。要所に要塞を作り、蒸気機関車で行き来することで生き延びる人類。格闘戦、刀、銃と多種多様な戦闘シーンが次々に巻き起こる。バトルマニアも目薬が必需品な作品。グロさと狂気が溢れる飛び抜けた戦闘シーンと共存している綺麗な映像な二面性に思わず引き込まれるトップレベルなアクションシーンがたまらない。8個目はブラックラグーン。放送開始2006年。闇社会に染まっていく日本人。ハードなガンアクション。犯罪者が集まる無法地帯で会社に裏切られた主人公は違法な運びやラグーン商会に加入し、テロ組織幼き快楽殺人鬼、復讐者と少年の依頼をこなすたびに悪党へと覚醒していく様子が気になって仕方ない。1シリーズでは体験、2シリーズでは公開、3シリーズでは覚醒と主人公の闇落ちしていく構成。ガンアクションもシリーズごとにキレを増していく期待感が良くて、遮蔽物や誘導ある本格的な打ち合いと動きの激しさに時間を忘れる銃撃戦が最高の作品。バーサーカーは負けないんだから。ブラックジョーク、ハードボイルド、犯罪アクションが悪党の一歩目を踏み出す勇気をくれる。踏み出さないで。幼女戦記、放送開始2017年。軍事背景、空中戦での銃撃戦、戦時ストーリー、ミリタリー特化型異世界ファンタジー。神を信じない主人公は信仰心を抱かせるためと神と名乗る存在 X に少女として世界大戦が起きる一歩手前の異世界へ送り込まれる。見た目とは違い萌えを一切排除した作品で、死欲と狂気に飲み込まれる。萌えを期待した萌え戦士たちに主人公の合理的モンスター性と神がかった縦横無尽の銃撃戦が半端なくて、領土をかけた防衛戦や攻略戦など戦略策略が織り交ぜられた空中戦での迫力スピード感がある攻防アクションに満足してしまう面白さ。この大スケールを第3期に間に合わせろ。すいません。最後はソードアートオンライン。放送開始2012年。物語の舞台になるのは五感全てを仮想空間に接続するフルダイブ型の次世代 VR ゲームの世界。現実とは違いリトライが何度も可能なゲームの世界。斬新にもゲームの死とリアルな死をイコールで結んだストーリーが魅力となる。ワンシリーズとなるソードアートオンライン、 SAO のメインキャラとなる出会いと魔法と剣が豊富な戦闘シーンを描く。2シリーズ作品となるソードアートオンライン2、ダイブ型 FPS による銃撃シーンと人気が高い絶剣勇気の物語を描く。第3シリーズ作品となるソードアートオンラインアリステーション、仮想世界で生きる AI 型 NPC がテーマで、シリーズの集大成ともいえる作品。完全オリジナル映画となる劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケール第2期後の物語。興行収入43億円。他にも総集編やスピンオフも描かれる。いつかプレイしたいと憧れる仮想型ゲーム。緊張感ある死のやり取りを行う戦闘シーン。壮大なスケールで描かれるストーリー展開。ゲームの中で上振りしたいぜっていうバーサーカーたちはぜひ見てほしい作品。動画の感想や他にもこんなアニメがあるって人はコメントお待ちしております。では次の動画でグッバイ。